今日はですね、当社ライフラナシテラピーの、アロマの世界について天美輪さんに深掘りしていただきたいなと。ぜひお願いします。でお越しいただきました。深谷市はもともとずっとここの創業を。林さんはもうだからもう日本を牽引するアロマ業界の第一人者ですよね。会長はそもそもどういうきっかけでアロマを好きになり日本に持ってきたんですか？小学校の4年ぐらいから小学生だけでね、六甲山とか入って見つからなくなって人に探してもらわなきゃいけなくなるような、草とか花が好き、草とか花が好きだって。そっからこうスキーとか行くと、ペンションとか行くと、ペンションの奥さんがハーブ植えててちょっと切って料理につけるのがすっごいおしゃれと思ってね。でその時に僕のその草花好きとリンクしたわけですよ。結びついたんですね。でその帰りに川中島にハーブガーデンがあって、帰りにそこ寄ったんですよ、そしたらそこの温室の中でフレンチとかイタリアンのレストランに卸すためのハーブ栽培をやってたんですね。そこの温室入った瞬間にもう香りのもうものすごいシャワーをバーッと受けて、これがこれからのもんだと思って、これ商売にしようと思っていきなり会社を作って、なんで起業したんですよ。その時代って今ほど起業カジュアルじゃないですよ。カジュアルじゃないです。で、まあ、ハーブをやろうということでハーブをやり始めて、で、あの布引きのハーブ園っていうのは神戸にあるんです、まあ、有名なところでね。そういうところでハーブの苗の注文をもらって入札で落としたりして、結構何百万かの植え込みの工事を受注したりしてたんです。仕事は最初から結構あったって？いや、なかったですね。1年目の売り上げが140万、2年目が1300万。うわ、めちゃめちゃ成長してる。4年目で3000万。めちゃめちゃ成長してる。成長はすごいんですよ。ただずっと赤字でして、6000万いった時に初めて黒字化した。相当金突っ込んでやってたんです。もう親父のに借金しまくりで、おそらく1000万以上踏み倒したと思いますね。だからその6000万いった時がなぜいったのかっていうと、アロマのオイルをオリジナルでブランド化しているところから。僕は珍しいハーブを専門でやってたので、よく信州とか山梨とかにハーブの買い付けに行くんですよ。でもすごく珍しいラベンダーとか珍しい、まあローズマリーとか、ローズマリーだけでも40種類ぐらいあって、ラベンダーも50種類ぐらいあるんですね。マジっすか？あるんですよ。それをコレクション、コレクター向けに栽培してたんですね。ワインとかに近い。そうです。知れば知るほど知らん、分かっていくみたいなね、無駄な感じがありますね。でそれができて、それをやってたんですけど、そこには落とし穴があって、珍しいやつであろうと増やせるんですよ、マニアが自分で。この土じゃないと育てられないみたいな希少性が生まれないってことですね。そうなんですよ。逆に、うちのやるそのイベントとかに集うお客さんたちが、お互いに横のつながりで融通し始めちゃうわけ。ビジネスとしてきついですよね。だからあの言い方悪いですけど、マリファナとかに近いですね。要はマリファナってなんで政府が禁止しているかっていうと、誰でも作れちゃうから税の取りようがないっていう。タバコとかと若干違くて、管理しようがない嗜好品で、そうです、そうです。まあ、そうなればそうですね。そうそうそう。だから、メドラシーハーブをせっかくよく頑張って、ポーって埋めちゃうってこと。手に入れて、もう、あ、面白い。すぐそのマニア同士が横で融通しちゃうんですよね。クオリティで勝負しようとしても無理でも、エルメスのバッグみたいな、ブランドにするしかないってことですよ。結局、ハーブのマーケットにいるお客さんが次何を興味持つかなって思った時に、ハーブはあくまでも園芸農芸の世界なんで、それを工業製品にシフトしていたんですよ。で、このエッセンシャルオイルを一般の人が仕入れて何かにしたりする。ところが初め僕もそれを初めて街で売ってるやつを見かけて、そしてこれなんじゃこれやと思って、しかもそのこんなちっちゃい瓶で3000円も4000円も1万円も2万円もするやつがあるわけです。そうすると意味わからんと思って、だから最初から見たら草の匂いのする高い液体だったんですよ。でもそれに対する知識をですね、勉強し始めたら、これって面白いじゃないかってことだったんです。この瓶は匂いのする高い液油が入ってるだけでは何の商品価値もない。自分のところでシリーズにしたけど、最初の半年ぐらいほとんどです。それが知識を先行して販売すれば物流がついてくるんだという発想だったんですね。要するになぜかというと、僕自身がアロマの勉強することでこれって魅力的だって初めて思ったので、勉強しなければこれは魅力的じゃないんですよ。うん、情報をまず撒いたことで、その情報によって物流が起こるっていうものだったんですね。そこで
考えたのが資格制度とか教育を先行させようっていう発想だったんですね。アロマなんとか検定とかですね。アロマの世界って誰もそのフレームワークを誰もしてないわけですよ。何がアロマセラピストなのかとか、何がアロマセラピーなのかってフレームワークを誰もしてないので、フレームワークをするところに存在価値があったわけですよね。競争優位性でいうと、真似できちゃうってことですか。自分がまあ資格制度引っ張っていき、アロマのマーケット引っ張っていったという自負の中でお話しするとね、オープンにすることで急速な成長ができたわけです。要するに自分たちだけの資格を作ってクローズにしてるとこんなに広がらなかった、ところが検定っていうのはカリキュラムも教科書も全部どの企業も得られる状態になってたわけです。それによってたくさんの企業が参加したので、マーケットは急成長して、ある程度までは僕らもそれに一緒に乗っかって成長できた。そこから逆にこんなの大きなマーケットだったらうちもやるよと言って参入してきた連中で過当競争、いわゆるレッドオーシャンになっちゃうんです。ホワイトオーシャンで何にもないところからブルーオーシャンで成長できたけど、レッドオーシャンでスタートアップの企業がほとんど落ちちゃう。そうなるとどこで差別化っていうか競争優位性を出すかみたいなことを今やってるってことですね。そうですね。そこが35年っていう歴史とを語らなければなるほどいけないなっていうふうに思ってる。でも本当そうで、ぶっちゃけ分かんないですけど、何にも興味なくてどれでもよくて買う人は資生堂のやつ買うかもしれないけど、そうですね、好きな人はでも歴史を買うじゃないですか。そうですね。物語を買うからもうそこで高単価にしてでも歴史を買ってくれる人を相手にするしかないですよね。強者の理論に勝つには。僕らがそのやっていく中でネックになったのが実は e コマースなんですよ。その SEO 対策とかそういうところって莫大に金がかかってまだそれに乗り切れない。なるほど。でそういうところへ出たいんだけどなかなか社内にも人材がいなくて、そこのところを歴史っていうブランドをしっかりと発信することで、なるほどね。しかしそのフィールドになる e コマースにはなったということ。それで言うと田中さんと協力してもっと全然よくできると思います。まだそんなライブラーが EC がいいとは正直思えなくて、やっぱり EC ってとんでもない今一番伸びてるぐらいの業界じゃないですか。インターネットで物買うってもはや EC ですらなくてライブコマースとかじゃないですか。そういうのガンガンやった方がいいですよね。一番人が買っちゃうのってライブで見てる時。e コマースかライブコマースに移ってるんで、ちゃんと波に乗ると結構いいような気がしますけどね。僕の中で今思ってることとライブラーが進んでる方向に若干のこの食い違いがあるのは、古いもの全部捨てろっていうようなことがこの1年起こったわけですよ。ああ、田中さん的にね。田中さん的に。そうですか。古いものがあるからこそ新しい宣伝手法が効くって感じがありますよね。ラブレもそうだと思うんですけど、ビジネスって結局何かって言ったらアーティストとサイエンティストがいないと回らないものだと思ってて、要はもうこれを作りたいって熱狂の人と、そうは言っても数字はどうなのっていう人、これが2つなかったら絶対回っていかないから、僕はぶつかりながら理解し合いながら両輪で回っていくっていう、そういう感じですよね。この2人見ててそのアーティストタイプの林会長とサイエンとの田中さんっていうのはめっちゃいいコンビじゃないかなっていうのが、ありがとうございます。全然納得してない感じです今日は飲み山さん来てもらったのを配信するのも僕の中では林さんを全国の科学に出すことによって、あるいは僕みたいなのが去年あのホリエモンチャンネルも出てるじゃないですか、ああいうのでなんか新しいのがいきなりこうバッと入ってきたら、アロマの世界では第一人者の林さんなのに何の前触れもなくなんかいきなり変わったよっていうなんか案内状とか、それはね本当にある。だから僕も懸念していることではあるんですけど、本当に好きな人が僕と田中さんにアロマを語ったらライブが終わってんなってなるんですよ。アロマのマーケットってやっぱりある種不思議マーケットで、僕ら始めた時は今みたいにこの山中教授がね活躍していろんな遺伝子の解析が、いや今からやるよっていう年代だったんです。その中に治らない病気があって、要するに合成で作られた工業製品は危ないんだっていう、そういうバックグラウンドが世の中にあったわけですよ。それが
実はゲノム解析とか進みすぎて、自然だから優しいでしょとか、自然だから安全なんだっていう考え方が当時の支配的なもんで、うん、ある意味その合成の香水は嫌いだけどアロマなら OK っていう人は結構いたんですね。それがですね、アロマの世界に大きなこう衝撃を与えたのは、意外に不思議なことってなかったんだっていうことが分かってきたからなんですね。だからアロマそのものも成分的にもほとんど解明されちゃって、でしかもその成分一個一個が実はほとんど薬効がないっていうことが分かってきたんですよ。だからその自然のものがいいっていう漠然としたものからより、こうそれはなぜなんだなぜなんだなぜなんだっていうところに行くことで、逆にアロマは自滅していった部分があるわけです。その自然薬の神秘性を自ら排除していった部分がある。なるほどな、それは本当そうで、この前ホリエモンとラーメン屋僕やりたいっていう話をした時に、化学調味料って体が悪くねえよって言ってて、人間みんな化学調味料って聞いただけでファッって思うけど、ぶっちゃけ別に体が悪くないですね。そういうなんか思い込みありますよね、極端ですよね。なんか自然だから OK、 人工だけよりその自然のものがいいっていう考え方に少し反対意見が出てきたわけですよ。でもやっぱりじゃあなぜ自然のものを求めるのかっていうところ、これからちゃんと面白い。だから林さんそこをちゃんと受け止めつつ、それでも自然がなんでいいかっていうのを再提示する。そういうことです。素晴らしい人ですよ林さんは。要は僕一番嫌いなのは、そういう前提を受け入れず、サスティナブルだからいいとか自然だからいいってやつって全員嘘つきじゃないですか。でもそれを受け入れた中で、別に人工物でもいいよ、自然でも悪いものがあるよって中で提示するってことですね。そういうことですね。そこのところちゃんとビジョンを示された自然主義者が本当のものだと思ってる。僕は本当生意気ですけど、ライブラさんはいいものを作るのといい人がいると思うんで、流通っていうかそのインターネットにおける流通する、多分田中さんが担う部分のアップデートをめちゃめちゃしたら、うん、めちゃめちゃいいと思うよ。やっぱまだ EC とかライブコマースとか弱いんで、そこをすごい買いやすくする。要は本質は崩さない中で、本来のお客さんの愛を失わないレベルにおいて、なんかもっとそこはアップデートした方がよくて、やっぱまだ買いにくい部分があったり、今あるのが好きじゃない人に届かない部分があったりするから、そこをなんか現代的にアップデートを繰り返したら結構のブランドなんじゃないかなって気がしますけど。ライブラナチュラピーの方でも自社商品の開発であったりとか、いっぱいやってるんですね。いっぱいいろいろこう実験的にチャレンジをずっと続けてまして、はい、ちょっといろいろこう相談していきたいなと思ってます。ぜひお願いします。その担当 の、はい、西山さんです。こんにちは。どうも西山さん。ライブラの方ではジョージアの390ほどの調剤を取り扱ってまして、その中でも僕の方で新しくいろいろやっていきたいということで、作らせていただいたのがライブラホームっていうシリーズなんですね。何ですかこれは。ラグジュアリーホテルのホテルをイメージしたいや、これ、面白い、すごい発想ですね。シンガポール、パリ、ロンドン。あ、じゃあロンドンの買いでいいですか。あー、めちゃめちゃいいじゃないですか。でこれってそのままつけていいやつ。それはつけれないですね。ディフューザーとか、例のね、ストーン、ルームスプレー。はい。え、でもいいっすよね。これを普通につけれるやつにしてほしいの。それどういうコンセプトで決めてるんですか。だってロンドンって言ったっていっぱいあるじゃないですか。コロナで海外旅行行けなくなったので。ああ、そういうことで。これが、なんだよ、シンガポールか。シンガポールです。あ、確かに。シンガポールこんな感じだわ。南国の。あ、なるほどね。ちょっとパリも嗅いでみよう。うん、確かに。今日ロンドンはチューリップとかお花の香り。なるほど。フラワーマーケットのイメージ。東京は？東京はお茶です。ああ。確かにいろんなブランドもこういうことやってますよね。都市で香りを作るみたいな。素晴らしいですね。こういうのはですね、このライブランチューテレビでは作れるんですよ。ところがまあその今ライブコマースで言ってたように、ただこう香りなんでやっぱりこう誰かが発信しないと伝わらないというか、これいい香りよっていうのは第三者がいい香りなのか分からなくて、そこは確かその通りなんですけど、僕思ったんですけど、はっきり言ってめちゃめちゃ臭いとかじゃない限りいい香
かもね、いい香りじゃないですか、うん、だから逆にそれを逆手に取って嗅いでみたいって思わせると考えればライブコマースにめちゃめちゃ向いてると思いますけど、モデルの子とかが香りを説明する、うん、でそれを実際嗅いでないから買えないっていうのはある種嘘で、むしろ嗅ぎたいから買うっていう風になるんじゃないかな。なるほど。今日ちょっと美濃さん西宮に来ていただけるということで、はい、いろいろ考えたんですね。うちの会社やサウナランドに何かできないかなっていうことを、うん、まあ、いろいろ調べまして、はい、まあ、その中で西山さんといろいろ相談してて、ちょっと資材を持ってきます、ね、俺の好きな植物である。ミヒタ本当いいっすよね。これから取れるエッセンシャルオイルが、エッセンシャルだから相当普通のこのミヒタの香りより濃いっすね。これを薄める感じですか。はい、これは、うん、肌に刺激が強いので酸は入れられない。でこれを薄めてこうミヒタの香りになるって感じですか。これに近づけるのはいろんなものを混ぜるんですけど、イメージ的にはフィンランドサウナの、うん、その香りかなと思って、これを元にブレンドしたもの、いろんな。これは何に使いやすい。今回はシャンプーを提案したくて。あ、ミヒタのね、はい、西山さんが、うん、まあ、美濃さんのファンということがあって、はい、まあ、新しいことやっていこうと思うんですよ。ということで、これぐらいのなんか商品というか用意していただいて。これは何なんですか。ちょっと今からちょっと説明してもらっていいですか。はい、まずさっき嗅いでもらったファッシュアカマなんですけど、薄いのエッセンシャルオイル。このエッセンシャルオイルは肌の刺激が強いので中に入っている成分が、それをうまくこのミヒタの香りに近づけてブレンドしたものがこの香りなんですけど。これは何に使えるんですか。これはエッセンシャルオイルなので芳香に使ってもらったり。そのまんまだと意外とビヒタの香りにならないならないです。確かにこっちの方がビヒタっぽい。なんかこっちそんなビヒタのなんか優しい香りじゃないですもんね。と、うん、一般の方にも使ってもらおうと思ってシャンプーを作ったんですけど、このシャンプーに入ってるのがメントールで、このスーッとした感じ。今日使おう。これ使っていいですか。はい、ちょっと感想フィードバックします。それはオールインワンシャンプーなので一つで、はい、リンスもいけるの。はい、めっちゃ良かったらめっちゃいい。毎日ビヒタの香りになりたいもん。要は東京のサウナーと呼ばれる人たちはビヒタの香りが好きなんだけど、月に何回かしかそんなこと機会がないから、これもし本当良かったらめちゃめちゃいいと思う。ちょっと今日本気で使ってもらいたい。逆にサウナに行ってない日ね、自宅で風呂入った日もこれ使ってたらサウナ気分になれるかなって。全くそう。ちょっと楽しみ。これをうまく香りできれば、例えば石鹸とか当然そういうの作れますんで、バスソルトとか。そうです、同じ香りで作った。バスソルトって僕使ったことないですけど、どう使うんですか。お風呂に入れるとか。お風呂にそのまま。めちゃめちゃいいじゃないですか。エプソンソルトって言って、汗出る。はい。1回分なんですけど、150リットルにその袋一つ、うん。いい気がする。めちゃめちゃいいじゃん。サウナ施設にめちゃめちゃ、これは導入されるんじゃない。それで皆さんイブされたいのかなと思って。イブされたい。もっとスモーキーな香りをブレンドしたんですけど、どういうこと。これはビヒタの香りで、うん、そっちはもっとヒノキ風呂とか。あ、なるほどね。これは何に使うんですか。それも同じエッセンシャルオイルで、こういった感じで同じ風にシャンプーで、これはこれの流水にしてもいいですか。それは強すぎる。こっちに 水にちゃんと溶けるように作ったのが2リットル1滴か。10滴です。これがその同じ溶いたものです。水で希釈して。良さそう。やっぱね、僕は気づきました。本当にアロマが好きな人がちゃんといることが支えですね。田中さんも、はい、反省してください。いや反省こんなに頑張ってるの。いや、まあ反省しつつ頑張ってください。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。